トマーズが7回途中3安打無失点、7奪三振の快投で今季無傷の3連勝。エンゼルス 7-0 アールソックス、日時間13日ボストン。エンゼルスのリード・デトマーズ投手が12日、日時間13日、敵地で行われたレッドソックス戦に先発し、7回途中3安打、無失点、7奪三振で無傷の3勝目を挙げた。開幕から3登板で計26奪三振の無双ぶり。エンゼルス広報部のマット・バークさんによれば、シーズン最初の3試合で26奪三振以上を記録したのは球団史上5人目。ノーラン・ライアン、4度、ジェレット・ウィーバー、2011年、アンドリュー・ヒーニー、2019年、大谷翔平、2022年に肩を並べた。24歳の左腕は2020年のドラフト1巡目、全体10位でエンゼルスへ入団。メジャーデビューした2021年からは大谷と共にプレーした。2022年5月のレイズ戦でノーヒットノーランを達成した一方で、昨季は開幕から10試合勝ち星がつかないなど苦難も。今季こそ覚醒のシーズンを予感させる。SNS 上では、とにかくデトマーズさんがやばい。今度こそ、まさに大ブレイクするかも。デトマーズ3勝目待機の片鱗。デトマーズは言わずもなが、ほんと素晴らしかったし、きっちり抑えた、リリーフ陣も最高だったし、スタメン全員が打ってつなげた打線もディフェンスも良かった。デトマーズくん最高と喜ぶファンの声が並んだ。フルカウント編集部。